吉本康氏は東京都出身のフリーアナウンサー。大学在学中にラジオ短波、レースアナウンサー養成講座第2期を受講し、宇野和夫や白川二郎らの指導を受ける。1996年、ラジオ短波に入社。養成講座修了生として初の同局アナウンサーへの採用だった。入社後、中央競馬実況中継でパドックや実況席の進行役。 また土曜日の最終レース終了後に放送されていた、週刊競馬大道場、などを担当した。2001年、ラジオ日本で競馬実況を担当していた、千田は吉の毎日放送遺跡が決定。折からラジオ日本では、林洋介の実況引退に加えて、武田はじめも管理職に専念するため競馬中継を離れることに、 なり、一度に三人の競馬実況アナウンサーがかける非常事態になっていた。このためラジオ日本もスタッフの補充を行うことにし、吉本はこれに応じるためラジオ単波を退社してフリーとなった。ラジオ日本では即戦力として期待をかけられ、2001年4月7日の競馬実況中継で実況デビュー。同年11月24日の第2回。 ジャパンカップで後で早くも GI レースを実況する異例の出世を見せた。このレースでは黒船が2着に七場審査をつける圧勝を見せ、吉本は馬のパフォーマンスそのままに実況できた思い出のレースと語っている。2005年頃からはグリーンチャンネル中央競馬イーストとの掛け持ちになり、ラジオ日本競馬実況中継はしばらく日曜日のみの担当になっていた。このため、 2007年には同僚の細渕竹明と共にレース穴養成講座で、師匠格だった宇野に働きかけ、ラジオ日本の競馬放送へ着任させた。2011年7月のチャンネル体制変更に伴いパドックチャンネルへ移行したが2012年に交番、ラジオ日本の放送に全面復帰した。ラジオ日本ではフリー第一号の実況アナウンサーとして、 即戦力投入されただけに比較的早期から GI 経験を多数積んできた。しかしグリーンチャンネルなどへの出演もあることからもっぱら、関東で行われる GI 競争を実況した時期が長く、関西に乗り込んだのは2014年の朝日杯、フューチュリティステークス、中京競馬場への出張は2017年の高松の宮記念がそれぞれ初めてである。なお後に参観母場となった。 ディープインパクト、オルフェーブル、コントレール、頻波3巻を達成したアーモンドアイのそれぞれ1巻目を実況している。ありがとうございます。